はじめまして、こんばんは、もちおです。1週間まとめ買い生活2日目、今日のメニューは舞茸と秋鮭のバター醤油炒め、白菜と小松菜のごま和え、かぼちゃとかぶの味噌汁を作りました。リスナーさんからめちゃめちゃ美味しいお味噌を教えてもらったので買ってきて今日作ってみたよ。 F&F っていうお店で売ってる、どっかのおばちゃんが作ったっていう、この味噌めちゃめちゃ美味しかったから、興味のある人はよかったら買ってみてね。今日も動画を見てくれてありがとう。またね。